ヘクター・ゲレロは、メキシコ式シ出身の元プロレスラー。少年は1957年ともされていた。メキシコ及びアメリカ合衆国で活躍した名門、ゲレロファミリーの一員。父のゴリー・ゲレロ、兄のチャボ・ゲレロシニアとマンド・ゲレロ、弟のエディ・ゲレロ、甥いのチャボ・ゲレロ・ジュニア、姪のシャウル・ゲレロもプロレスラーである。少年時代に、ファミリーで、 アメリカ合衆国のテキサス州エルパソに移住し、テキサス大学エルパソ校に進学して、体育の学士号を取得。1973年に、メキシコでプロレスラーとしてデビューした後、1970年代、後半より、兄のチャボ・ゲレロも主戦場としていたカリフォルニア州、ロサンゼルスの NWA ハリウッドレスリングにて、活動する。 1978年1月13日に、チャボと組んでブラックゴードマンエルゴリアスから NWA アメリカスタッグ王座を奪取し、同年2月10日にはマスクドカナディアンを破り NWA アメリカスヘビー級王座を獲得。1978年1月13日に開催された同地区のニューイヤー恒例のバトルロイヤルでは、アンドレザジャイアント、チャボゲレロ、 マスクド・カナディアン、藤並辰美、ロンバス、ディーン・ホー、ビクター・リベラ、ムーン・ドッグ・メイン、ヒロータ、ブッチャ・ー・ブラニガン、ドミニク・デヌーチなどの参加選手を抑え優勝を飾っている。1979年1月、新日本プロレスに初来日。ボブループ、ジョニー・パワーズ、クルト・ホン・ヘイスなどのベテラン勢に混じって、藤並辰美を相手に好勝負を繰り広げた。以降、 テネシー、オクラホマ、フロリダなど南部を転戦しつつ、プロレス人気が下火となっていたロサンゼルスにも継続的に出場を続け、1982年7月9日には、マンド・ゲレロと組んで、ミスター・トヨミスター・ゴーの日本人コンビを破り、アメリカスタッグ・王座への6度目の退官を果たした。1八十三年四月には全日本プロレスに初登場し、四月二十日に、 東京都体育館にて、大似ターチ氏が保持していた、NWA インターナショナルジュニアヘビー級王座に挑戦。翌1984年7月13日、ロサンゼルスにて空位となっていた、NWA 世界ジュニアヘビー級王座の新王者に認定され、翌日の14日には、フロリダにてチャボとのコンビで、バリー・ウィンダムマイクロ・トンドから、US タック王座を奪取した。 8月には、チャボと共に全日本プロレスに再来日している。以後も、フロリダで活動し、1985年8月28日には、ジェシーバーを下して、NWA フロリダヘビー級王座を獲得した1986年より、ジム・クロケット・ジュニアの運営する NWA、ミッドアトランティック地区に参戦し、同じメキシコ系のマニー・フェルナンデスとのタッグチームを経て、 レーザートロンなる覆面レスラーに変身。空中技を主体とした試合スタイルで子供の観客からの支持を集め、1987年3月7日には NWA 世界ジュニアヘビー級王座に再び大勘。同じく子供に人気のあったジミーバリアントともタッグを組み、ミッドカード戦線で活躍した。NWA 離脱後は素顔に戻り、 1987年10月19日にテネシー州ベンフィスにてドクター・ディーをパートナーにジェリー・ローラービル・ダンディからアワー世界卓王座を奪取している。その後1990年11月22日、7面メントリの着ぐるみをまとったコブリディ・グッカーに噴して WWF のサバイバーシリーズ1990に登場。当日は ミンジンウォーカーランドとダンスを踊ったが試合には出場せず、ココビーウェアやザブッシュワッカーズとのプロモーションクリップも制作されたものの、以降登場することはなかった。セミリタイア後の1990年代は、エルパソのハイスクールでレスリングのコーチに携わりつつ、各団体に単発的に出場。1995年は、 ECW にてにコールドスコーピオの t b 王座に挑戦。1997年7月には WCW に登場し、弟のエディ・ゲレロやディーン・マレンコと対戦した。1998年5月22日にはエディとのコンビでノースカロライナのインディー団体 PWF のタッグ王座を獲得している。2001年は WWF で、 ゴブリリクッカーのギミックを10年ぶりに復活させ、4月1日開催のレッスルマニア X7 で行われたギミックバトルロイヤルに出場。2005年11月13日に死去したエリ・ゲレロが2006年の WWE 伝道に迎えられた際も、チャボやマンドと共に式典に出席した。2007年3月、スペイン語のカラーコメンテーター兼任のロードエージェントとして、 ティネと契約。2008年5月からは、ホミサイドヘルナンデスのラテンアメリカンエクスチェンジのマネージャーとなり、チーム 3D やビアマネーインクとの構想を指揮した。同年9月25日のティネインパクトにて、ラックスがビアマネーインクに敗れ、マネージャーの資格を失ってからはコメンテーターに復帰。以降、2015年4月末までティネに在籍していた。ありがとうございます。